ご紹介いたしましょう。ご当地アイドルとしてご活躍の赤木団さんです。皆さん改めまして、こんにちは。赤木団の満タンこと天野亜美です。あんちゃんこと磯木彩香です。北方領土や北方領土問題についてもっともっと勉強していきたいと思うので、今日はよろしくお願いします。そして皆さん一緒に私たちとお勉強していきましょう。さて、このイベントは家族で北方領土今日このステージで学んだこと、考えたことをご家族や地域、学校で話題にしていただき、北方領土のことについて考えていただければと思います。ということで、今日は私の娘になったつもりで、はい、2人にはですね、はい、親子で一緒に楽しみながら学んでいきたいと思いますよ。それではまたじゃあ早速始めましょう、はい、まずは会場にお集まりの皆さんにお伺いしたいんですけれども、北方領土問題について聞いたことがありますか？聞いたことがあるという方は手を挙げてください。あ、結構いますね。そうですね、皆さんゆっくりですけれどもね、手を挙げてくださいました。ちなみにマッタンは、はい、北方領土問題についてどんなことを知ってる？ではニュースで見たりするので基本的なことは知っているつもりなんですけど、場所だったり地名だったりは。確か北方領土はロシアに占拠されてるんですよね。そうなの。ソ連は第二次世界大戦中、当時有効であった日ソ中立条約を無視して対日参戦し、戦後北方領土を占拠してロシアとなった今もその状態が続いているのよ。日本は返還を求めているけれど、なかなか返還されないので問題になっているの。第二次世界大戦ってすごく昔のような話に聞こえるけど、すっごく長い間北方領土はロシアに占拠されてるんですね。北方領土は70年近くもロシアの占拠が続いているのです。当時北方領土に住んでいたおよそ1万7000人の日本人は島々を追われ、現在その半数以上の方が亡くなられています。平均年齢は80歳になろうとしています。北方領土に住んでいた方の故郷への思いは強く、この人たちが中心となって北方領土返還要求運動を始めたのです。私たちも日本人としてこの問題をしっかり認識していかなくちゃいけないね。皆さんもそう思いませんか？今日は私たちと一緒にしっかり学んでいてくださいね。よろしくお願いします。これから詳しく北方領土や北方領土問題について紹介していきますが、一人でも多くの方に重要な問題であることを知っていただければと思います。またこのステージの最後にはクイズ大会を行いますが、商品として北海道道東産の海産物をご用意していますので、しっかりと皆さん聞いていてくださいね。今から説明する中から出題いたしますよ。さあ、そして今日は北方領土イメージキャラクターのエリカちゃんも来てくれています。会場のみんなで呼んでみましょう。せーの、エリカちゃん。わー、エリカちゃん、かわいい。はい、エリカちゃんです。わー、かわいい。すごい元気いっぱいだね。すごい、すごい。伸びたり縮んだり、すごい元気いっぱい。さて、あーちゃん、はいはい、エリカちゃんは北方領土のイメージキャラクターなんですけれども、北方領土と深い関係のあるある海鳥をモチーフにしているの。その海鳥の名前知っている？もちろん知ってますよ。エリカちゃんはエトピリカです。さすが正解です。はい、北海道根室市の納沙布岬に住んでいるんです。北方領土でもその姿を見ることができるのよ。あっ、びっくりした。
持ち犬はポニー、年齢は永遠の7歳です。特技は変身で、普段着ているこのベストの他にハッピーやタキシード、野球やサッカーのユニフォームなど様々な衣装で変身します。平成24年12月には群馬県宣伝部長に就任し、群馬県の PR のために頑張っています。というエリカちゃんと、そして群馬ちゃんです。今日はみんなで様に行きます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう元気いっぱい、ステージが足りないくらいだね。この後もみんなとね、仲良く、かわいい。エリカちゃん、群馬ちゃん、またね。はい、遊んでいってください。さあさあ、それでは早速進めていきましょうか。は北方領土はどこにあるのか知っている方、手を挙げていただけますか。はい、あ、ちっちゃな友達も知ってるみたいですよ。すごい、ねえ、お利口さんですね。じゃあマッタンが分かるかな。はい、もちろんです。北海道の北東の方です。はい、そうなんです。ご覧ください。北海道の北東要所に浮かぶ4つの島、これらが北方領土です。北方領土問題とは、この4つの島の返還が問題になっているんです。渡辺さん、私ちょっと一つ質問してもいいですか。どうぞ。あーちゃん、私学校でも思ったことがあったんですけど、はい、この4つの島の漢字ってちょっと難しくないですか。そうなの、あーちゃん、よ、はい、絶対来ると思ったので、もうお家で予習済みです。私予習済み、はい。皆さんもいかがでしょうか。会場に向かってね、大きな声で読み方をぜひ教えていただきたいと思いますよ。それではまず一つ目です。はい、こちらご覧ください。はい、ご来場の皆さんもあーちゃんと一緒に大きな声で答えてくださいね。せーの、択捉島。そうです、この島は択捉島と読みます。続いて二つ目、択捉島の左側この島は、せーの、国後島。完璧です。国後島と読みます。3つ目、その国後島の下のこの島は、せーの、色丹島。そう、色丹島です。最後に4つ目になりました。色丹島の左下、いくつかの島があります。これらを総称していきますよ。四国担当、歯舞群島等の4つの島からなっています。そうですね、あの北海道から、はい、近いですね、距離が。あーちゃん、そうなの、うん、実は、本土から一番近い歯舞群島等の貝殻島は 3.7 キロなんですよ。え、3.7 キロで行けちゃうんですか。じゃあもしも海がなくて道がもつながっていたら、私たち歩って行けちゃいますよね。そうなんです。例えばこちらの場所、伊勢崎でいうと、ここスマーク伊勢崎から伊勢崎駅までの距離と同じくらいなの。そんな近いんですか。じゃあ歩いていけますね。行ける。はい、はい、皆さん覚えていてくださいね。そうそう、北方領土の面積も広いのよ。島の総面積はおよそ5000平方キロメートルなの。択捉島や国後島は沖縄本島より大きかった。そんな広い。勉強になります。ありがとうございます。それから北方領土は豊かな自然に囲まれていて、たくさんの動物が住んでいるのよ。周辺海域は水産資源にも恵まれているの。そうなんですね。そうなんですね、はい、そういえばあそこに見える高い山もあるんですけど、はい、北方領土に高い山もあるんですか。そうなの。会場の皆さん、パネルはご覧いただけましたでしょうか。択捉島や国後島は海抜1500メートルを超える山々がそびえ立ち、とても雄大なのよ。二人も覚えておいてね。はい、本当に豊かな島なんですね。そうなの。北方領土は一度も外国の領土になっ
1955年2月7日に日露通行条約が調印されて、両国の国境が初めて決められたの。この条約によって両国の国境は択捉島とウルップ島の間に引かれ、択捉島から南の島々は日本の領土となってるよ。その後の日露間の領土をめぐる条約でも、北方領土は一度も外国の領土になったことがないの。あんた分かった？分かりました。あんちゃんは？分かりました。大丈夫です。北方領土は日本固有の領土なんですね。そうなんです。日本固有の領土なの。ちなみにあんちゃん、はい、北方領土の日って知ってる？通行条約が調印された日なんです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。もう一つ質問してもいいですか？どうぞ。じゃあ、北方領土を返還するために、実現するために、はい、どんな行動ってしてるんですか？とても大切なことよね。北方領土問題を早く解決しようと、安倍総理とロシアのプーチン大統領は何度も会談を行っているの。政府の交渉だけでなく、国民による返還運動も行われているんですよね。そうなの。全国には北方領土の返還を求める都道府県県民会議が設置されています。大会やパネル展、署名活動などさまざまな活動が行われ、政府の交渉を支えています。これは日本全体の問題なんですね。私たち国民が一丸となって返還運動を行っていくことが重要ですね。マッタアンちゃん、そして会場の皆様、北方領土や北方領土問題について考えてきましたが、いかがでしたでしょうか？そうですね、アンちゃん的にはですね、理解はしていたつもりなんですけど、はい、まだまだ知らないことがたくさん今日学べて、でもこれからみんなでもっと返還要求を続けていかなければなっていうのを感じました。改めて感じますよね。会場の皆様はいかがでしたでしょうか？この機会にぜひ家族やみんなで北方領土問題についてもう一度考えていただければと思います。もっと詳しく北方領土のことについて知りたい方は、ぜひインターネットで HOPPOU 北方と検索して、独立行政法人北方領土問題対策協会のホームページをご覧ください。お配りしたクリアファイルにホームページアドレスが記載されています。今マッタが、ね、待ってくれています。イベントについての情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。さて皆様、お待たせいたしました。それではお待ちかねのクイズ大会を始めたいと思います。正解する勢いでお願いいたしますよ。お願いしますよ。はい、それでは初めにクイズ大会のルールをご説明いたします。クイズは丸×問題で出題します。お配りしている丸×パネルで丸と思う方は丸を、×と思う方は×を挙げてください。正解した方のみ次のクイズへ参加することができ、残念ながら不正解だった方はその場でクイズ終了となります。そして見事最後まで正解した方2名様にはこちら。すごい、なんか会場からおーってなりますよね。おーって聞こえましたよ。北方領土を間違いの産分、北海道道東産の海産物をプレゼントいたします。いいなー、買ってください。欲しい。そして参加してくださる方には全員参りましょう。
クイズの回答は、皆様お待たせいたしました。今が知る時ちゃんと北方領土、家族で語ろう島のこと、スペシャルサポーターの秋元さゆかさんが答えてくださいます。さあ、丸×パネルなんですけれども、皆様お持ちですか？持ってますか？持っていないという方いらっしゃいましたら、スタッフがお届けいたしますよ。はい、ちょっと皆さん持ってますかね？参加したいけど大丈夫ですかね？大丈夫ですか？はい、それでは参ります。心と頭の準備はよろしいでしょうか？はい、OK でしょうか？それでは参ります。まず第1問です。ソ連は第二次世界大戦末期の1945年昭和20年8月に日ソ中立条約を無視して対日参戦し、北方領土を占領した。丸か×かお答えください。さあ、赤の文字がいっぱい見えますね。早いですね、皆さん。あっという間に。早いですよね、本当に。結果はどうでしょうか？はい、秋元さん、お願いします。正解は丸です。ソ連は当時友好であった日ソ中立条約を無視して、1945年、昭和20年の8月28日から9月5日までに北方領土の全てを占領したとされています。ということで、ほぼ全員、ほぼでなく完璧、完璧です。はい、いいですか？はい、正解は丸でした。おめでとうございます。おめでとうございます。これは大変なことになりましたね。そうですね、ソ連も皆さん強いですからね。皆さん勉強熱心し、しっかりね、終戦時の1945年昭和20年には北方領土におよそ1万7000人の日本人が住んでいた。丸か×か挙げてください。どうぞ。これも先ほど出てきましたから ね。さあ、どうでしょうか？よろしいですか？上がってますね。迷いはございませんか？迷いはないですか？はい、ではタイムアップとさせていただきます。そして答えは、秋元さん、お願いいたします。正解は丸です。北方領土には当時17,291人の日本人が住んでいましたが、引き上げを余儀なくされ、今は一人も日本人が住んでいません。第2問、正解は丸。全員正解です。おめでとうございます。予想外な展開になってきましたね。やっぱりお二人の学びがね、もう皆さんにもしっかりとこうね、いい形でつながったということではないでしょうか。続いて、第3問参ります。北方領土は北海道の南西洋上に浮かぶ4つの島である。丸か×か。あ、これ結構分かりますかね。そうですね。北方領土は北海道の北東洋上に浮かぶ4つの島です。ということで、正解は×でした。はい、すごい。×を挙げてる方、はい、そのままね、そのままでお願いします。丸という方はちょっと残念でしたが、引き続きお付き合いくださいね。はい、さあ、どうでしょうか？これは2人になるのには日が暮れてしまいますね。大変大変、1日かかるかも。皆さん詳しい、頭がいいのが群馬県なんですよ。嬉しいな。さあ、北海道の道東産の海産物目指して、はい、第4問参ります。第4問はこちらの問題です。北方領土イメージキャラクターエリカちゃんは海鳥がモチーフとなっています。その海鳥の名前はエゾピリカである。丸か×かお答えください。さあ、これはね、あーちゃんが答えさせていただいたんですけど、あーちゃん勉強してきたよ。はい、これ
ただきます。運命の正解を秋元さんに聞いてみましょう。正解は×です。エトピリカと北海道の道東や北方領土でもその姿を見ることができます。はい、エゾピリカではなくあちゃん、エトピリカということで×なんですね。出題が終わったので、終わってしまったので、最後は勝者2名に絞るために、はい、これはもう仕方ないじゃんけんにしましょう。じゃんけん、では罰を浴びて正解だった皆様のみご起立いただけますか。はい、今罰の札を持っている方のみご起立ください。お願いいたします。はい、そしてマッタがじゃんけんしてくれる、はい、ではマッタのじゃんけんして、広めていくのが私とあーちゃんとマッタンの任務だと思っています。